皆さんこんにちはレクー講師の根本ですこでは私が1月から担当する「キーレベルアップ講座」これはどういったものなのか実際の講義の前に軽く特徴を説明させてくださいこの講座ですが「キーの知識解き方自身全くないと」と解き方の知識は全くないよという方その方を対象に合格答案を作れるようにするそれがこの講座のコンセプトです 具体的には次の図今の現状が右下基本ひな形をある程度まで書いたことがあるこれで十分ですその方に対してこの講座を作っています具体的にはまず1月の段階でまず自力で問題文が読めるようにしますまた問題を解きながらやりますのでひな形の知識がどんどん強くなります でこれをやっていって今度2月以降、答案が作れる、合格答案を書けるように指導していきます。またひな形の知識も強くなっていくでしょう。これを狙っているのはこの講座です。もともとは私が担当している初級講座につけている記述講座です。本当に初級講座の方に対し説明していますので、ゼロから学べます。 鉱山特徴です。まさに手取り足取りになります。この契約書を見てどういうところに注目すればいいかっこういうところだよ。じゃ次の契約書見てどういうところ危ないと思った。ここちゃんと見てる。じゃあ次のページ見て。じゃあこれ、えー、いつもやってるやり方で、えー、3分でやってみて。次のページ見て。じゃあ元本確定しているかどうか判断してみて。 まさに手取り足取りを狙っているのがこの講座です次の特徴講義は解説講義ではありません答えが分かった上でのアプローチではありません問題文を頭からどんなふうに読んでいけばいいのか全く見てない状態でどう見ていくのかといった説明をしますあこういうふうに出てるんだからこれ多分 この会社消滅するんじゃないいかななと私はこう思いましたなぜならこういう事実が載ってるからです。まああとで実際違ったんだけどね。とかあれなんでこの人住所載ってるんだろうこれ何かありますねとかあ株主名簿が載ってるってことは多分これ株式数計算させるね。こういうふうに自分がリアルに問いた時にどういうことを考えながら問題文を見ているのかそういうことも 説明しています結果現場でどう考えるかどう解かはわかるんです普段の演習を自分でやっている問題があるで答えがあるどうやってこの答えまで行くのかとその生き方がわからない方には特にお勧めしたい講座ですそしてもう一つが 解き方まあそれに付随しますがいろんなテクニックそれを全10回で説明しています。元本ンン確定はどうやって判断するのが効率的なのか名変自由があったら何を見ていくのか企業再編どんなふうに添付書類を決めていけばいいのかそれとかいろんなテクニックもあります。そここに載っってていいいるようなもももの、のた伝授していきます。ぜひ、 記述対策の方うまくいっていない方検討してみてくださいではえこちら昨年動画ですが見てみてくださいどうぞはい、えー、それでは始めてまいりましょうおはようございますでは始めてまいります2018年記述レベルアップ講座不動産登記の第2回目前半の講義を始めてまいります、えー、今回のまた問題を使って問題の解き方を先に説明していこうと思います今回2回目の問題および講義教材の2ページの方を出してください 講義教材六ページかごめんなさい教材の方がページです,すいません、えー、前回の話をもう一回頭からいきましょうか講義教材六ページ上の方を見ていくと問題文の作りというのは初めの方に本文というのがあるでその後に回答事項があり同期録そして事実関係と定で的で、最後注意書きが出てくるんだとただ順番はのにと全く違うと で初めのうちに使う情報というのは決定の情報を先に探しでその後に表現に使う情報を探すんだということでしたじゃあ今回の問題どの部分がどれにあたるかっていうのはざざっと見ていこうと思います。今回の問題1ページを見てください。 冒頭に2行あって、次に事実関係と載っています。でこれが決定で使う情報でしょうね、事実関係。でずっと下の方行くと、問1、問2と出てきますので、おそらくこれは回答事項だと思われます。でページをちょっとめくっていくと、 上から3行目あったでしょうか、答案作成にあたっての、えー、とこちら注意事項とありますので、いわゆるこれは注意書きというものなので、これはまあ後回しに使う表現、ものなんでしょうね。4ページ、5ページを見ていくと、あまあ、これ、登記簿でしょうね。で、ペ6ページ、あページ7ページを見ていくと、あとなんか、別紙がいろいろとありそうですね。 問題文のの作りの復習はここまでにしましょうかでは教いの6ページの方を見ながらまた行きましょうかねで冒頭の方本文から必要な情報をチェックすると本文から必要なことを抜き取っていくという作業がまず初め依頼者と依頼内容と依頼不動産を見るで特に依頼者を探すことが重要だと言いました 右のページの方で前回チェックかけたと思います。ルールというところで、依頼者が特定している場合は、論点3つを疑いなさいねという話があったと思います。じゃ今回の問題え、これどうなるかというと、はじめ2行、見ていきますと、別紙1、別紙2、おび別紙3の不動産に関する次の事実関係に記載された事実に基づく使用書籍、え に、し、に、が行った登記の申請について、五期の問いに答えなさいとなっています。これ全く依頼者も何も分かんない状態です。で、な,なので、もう次の、話にいっちゃいましょう。教材六ページ、上から二段目のブロック。なすべき登記の決定。やる作業としては、まずはじめに今の登記簿を把握する。で、事実関係を把握して、なすべき登記を決めていくという作業です。 で右側のページなすべき登記の決定これですやるべき作業は何かっていうと工具があるかってことと所有者が誰かで値転倒があれば確定しているかどうかまで探しておき,きましょうということでじゃあまずは登記簿を探してください人種関係を生む前に登記簿がどっかにあるか探してください はいすると4ページあたりで登記簿が見つかると思いますでここでやるべき作業というのは工区があるかということとあとはえ所有者が誰かを探すことですじゃあまずこの物件工具がありますか4ページからねよろしいでしょうか工区がないということが分かりましたね ということでこの時点でもう一発目の登記は決まりです。一発目の登記は決まりです。記述の問題では、答案構成用紙というメモ用紙が必ず1枚配られます。A4 の紙で表裏で必ず1枚配られます。でそこに なすべき登記というものは決まったらその段階で書いておいた方が無難でしょう。所有権保存と ここまでよろしいでしょうかね。はい、では次の話に行く前に。 まずこれ今の何ページだっけな四ページの登記の時にやたらでかいことには気づいたと思うんですちょっと上からずっと眺めていくと専有部の家屋番号表題部所在建物のマンションスカイツリーマンションマンションですマンションですで、マンションの登記の作りから復習していきますと マンスンの登記簿の作りっていうのは部屋ごとに部屋ごとに登記簿がありますが部屋ごとに全体の表題部102号室の表題部102号室のコ区をつくとつながるわけですねでおそらく今回の部屋番号はね30です部屋番号は30何階かよくわかりませんあの3階の0番号かもわかんないけどね でこの30の登記簿を取るとまず一番上に来るのが全体の表題部が来てで次に 30, 30の部屋番号の表題部が来て30の部屋番号の広区をつくと来るわけですね。ここまでいけたかな。よし。 でマンションの登記簿に関しては、表題部はちゃんと見る必要があります。いえ一般的には表題部はほとんど無視でいいんだけど、マンションだけは表題部をちゃんと見る点があります。とはいっても2点です。えっと、私がマークはしますが、自分で探してください。まず全体の表題部から、このマンションがどこの土地の上に乗ってるか探してみて。このマンションがどこの土地の上に乗ってるか、全体のほうね。 3階建てあそういうのいらないから3階でどうでもいいからよろしいでしょうかこれ見る点というのはここね表題部のところの敷地検の目的である土地の表示土地の符号1インクが切れてます A 市 A 町1丁目1番1号この部分だけです。 と、はいうことでこれが A 市 A 町1丁目1番1号に載っているのが,というのがここでわかりますで次に見るのが30番,30番の登記簿ですがここで見るべき点というのは何かというとその土地えその部屋ごとに土地に対する権利が違いました。 部屋ごとに土地に対する権利が違いました床面積比率によって違いましたさあそれどれぐらいでしょうかどんな権利がどれぐらいでしょうか見抜けたそれが一番下の方敷地権の表示1所有権100分の5所有権100分の5っていうところです マンションがあった場合必ずこのどこに載っているかってことと土地の権利が何かってことをまず先に探してください。はじめのうちに、ね、土地の権利分数しかマークしないんだけど土地の権利が所有権か賃借権かによって税金が思いっきり違っちゃいますのでちゃんと権利の名前もちゃんとね意識してください。 すると、おそらくですが今回ね三十の部屋30の部屋この30の部屋というのは,のうのは土地の権利所有権を100分の5持っていると。 土地の権利を百分の五持っているというのは、だい、なんとなくわかります。そして、このマンションの登記の特徴というのは何かというと。建物を買うと、土地も一緒にくっついてくる。 もしくは、むしろ建物を買うときは一緒に土地の権利も変えと、建物を買うときは土地の権利も一緒に買えと、一帯処分が義務付けられているっていうことでした。 じゃあ切り替えますよ、はい、ではここで4ページの判断はおしまいですじゃあ次に5ページの判断にいきましょうか5ページですがまた表価えっと効果があるかを探してくださいすると効果がありますよねでただえっとこれ3番で 所有権敷地権って入ってて入ますこれサインでしたよね、土地の登記は動かさないよと、土地の登記は動かさないよというサインでした。 土地のは浮かさないといとうサインでしたでおそらくだけどこれがマン,ションのたマンションの土地だと思います実は断言できますさあ左側のページでマークしなかったっけどかどこの上に乗ってるかっていうのはマークしてもらったよねそれが、えっと、別紙の表題部の所在と地盤と一致との確認して 一致しない。なに何んてんの一致しない。なに言ってごらんどういうこと。ここは A 市 A 町一丁目一番五一番五まで入ってる。なに。土地の方は A 市 A 町一丁目止まってる。一致しない。うん可愛い,いな。あのね千番も一緒に見てね。千番ね千番も一緒に見てね。あの一番一緒に見ないとあの一致しないからね。 あの今言ってるのは実際にに自分が本当に、ね、一回考えたことなんです受験生の時にね「こ<え>れ俺一緒じゃないぞこれ」と。って思ったんですけどこれあの所在のところはここで止まっていて地盤は別に書くのでこれ合わせて読まないと一致しませんのでご注意ください。ということなのでここでね今別紙の2の土地を見たんだけどこの土地っては動かさないんですよねここは登記を動かさないからこれは登記申請がないわけです。 まあ本当はね正確なことを言うと先ほど、こちら、別紙1の方で所有権保存と書きましたが厳密に言うとこれは別紙1プラス別紙2の百分のをすすんで1の百分の5を指すんです別紙1と別紙2の5。を指すんですなんとなく思い出してきてね。 マンションの建物を登記すると土地も登記した扱いになったってことマンションは建物を登記すれば土地も登記した扱いになったってことで年末の方の話でいうと場合によっては建物だけに効力があるってものもあったと思いますそういう場合は登記した後に建物のみに関する付記というのが入って誤解しないでよと建物のみだからねとというふうに入る登記はありました でも原則は建物を登記すれば土地も登記したことになるわけです。よということでじゃあ次の6ページの方までいきましょうかね。 で6ページの方を見ていくと、ベッシー3、コークがあるかというと、うん、ありますね、コーク2番、所有権移転、今の所有者が株式会社、ドリームカンパニーというのが分かります。そして、オツク1番を見ると、寝定当設定と入っていて、ネテ定当があることが分かります。この段階で、 確定しているかどうかはすぐにメモってください確定しているかどうかはメモってくださいで、確定しているかどうかをどうやって見抜くかを説明します講義教材の八ページを見てください で8ページの下の方ね覚えておくと結構便利ですあの、ね、暗記まではいりませんがそのうち慣れていったら覚えられます上からまず説明ねまず初めに見るのが確定期限があるかどうか見るんですでもうこれがあれば決まりですよほぼでその下「なし」 その寝定等に吹きがついていないいかを見てくださいそのとうに吹き闘記がついていないかを見てください。例えば見たい寝ていが3番であれば3番寝ていに吹き1号、吹き2号がついていないかを見てください。でもし吹きがついていたら2つチェック。元本確定闘記と入ってないか。元本確定は吹き闘記で入ります。 でもう一個は相続を原因とする移転登記です。相続を原因とする登記面、まあね相続を原因とする登記です。相続を原因とする登記です。でこれがあったらすごい要注意。その下六ヶ月内に合意の登記が入っているかどうかを見てください。 この6か月,月を経過していれば確定になります。でこれ私、ちょっと言い間違えてしまったんですがこれ、えっと、2個目のポチに相続を原因とする登記と書いてますよね。これ移転登記と言っちゃったんですけどあの本当はこれ移転登記に限らないんです。寝転陶者が死んだ場合は 定等の移転登記なんですが債務者が死んだ場合は債債等の変更登記で入りますので定等権者が死んだ場合は移転債務者が死んだ場合は変更で入るので移転というふうにちょっと言ってしまったのは間違いですごめんなさい。 で、その下、これがなかったら、今度はね、コークに目をやるんです。コークに目をやって、見る点が2つ、破産の投機と,と差し押さえです。で、ここまで見てなければ、もう、登記簿上は元本確定は読めません。 ここまで見ていなければ登記簿上元本確定とも断言できませんあのちょっと今手元にある資料でやるんですがあのぜひあの年内に配っていた記述式練習帳 練習帳で、後ろの、えっと、寝てとの後ろのあたりに。元本が確定しているかどうかを判断させる問題があったと思います。その元本確定させるかどうかの判断させる問題を、ぜひこれを使って、全部やってみてください。ちょっと今はね、あの、いくつか、この手元にある教材だけで、いくつか見ていこうと思います。じゃあね、二百六十ページを開けてください。教材、ね、この講義教材二百六十ページを開けてください。 開ましたかね、で260ページの方に「えっと、おつく一番の寝てえがありますのでおつく一番の寝てえがありますのでこれやってみましょうかまず手順の一つ目元本確定期日を探してくださいないですねでは次にその寝てえと期に不気等期が入ってないか探してください入ってますね じゃその付近登記が元本確定登記か相続を原因とする登記かを判断してください相続を原因とする登記になってますね相続を原因とする登記になってますからそこから6か月内に合意がなければ確定です すると今回は付近2号の方で合意の登記が入っているから政府とはいで次は工区の方に目をやってください差し押さえや破産がありますかないですよね ってことでこれは確定してないと判断して構いません。 よしじゃあもう2つぐらい練習しようかじゃあねこの280ページでまたどんどんいくからねえっとね「おつく1番の値定当権おつく1番の値定当権けいくよおつく1番ね。 えっとまず確定均一を探してください。ないですね。じゃあ、透き陶きが入ってるか見てください。ないですね。じゃあ、次はコークに目をやります。コークに目を割って差し押さえが入ってるかを見てください。ありますね、差し押さえ。で、これで安心しないで。一番寝ていとうと差し押さえをしている人が同じかどうかを見て。 同じですね,同じですねだからこれでこちら「おつく一番寝てえ」は確定していると断言できます。 じゃあ次ね今度はオスク2番はどううでしょうかいくよ確定期日はない不機投期はついてないコークに目をやって差し押さえがあるかというとあるんだけどオツク2番の方じゃないんですね。 だからこれは他人による差し押さえだから知って2週間経たないと確定しません知って2週間経たないと確定しません。知って2週間経たないと確定しません。 で、これはいつ知ったかは登規模ではわかりません。いつ知ったかは登規模ではわかりません。あのね、こう思う方も多いんですが、あの、高区三番で。原因十八年六月十五日高知方裁判所担保不動産競売開始決定とあるんだから。この六月十五日じゃないんですか。絶対違います。そう、それは絶対断言できません。 えっと皆さんがほとんど忘れている民事執行法の知識でいうと差し押さえはいつ効力生じるかって話ほら相達か登記かどっちか早い時だとでも現実、えっと、相達先にして登記後に入れると不都合なことがあるからだいたい登記を入れてから相達するって話がありましたよねでしかもそれって今回の債務者に対してなんですよ で説明してるけど絶対忘れ,の忘れてるの100も承知言うよでこれを入れた後に登記簿上の担保権者全員に手紙を出します今なんぼ債権残ってますかと今なんぼ債権残ってますかという連絡をしますおそらくこれで初めて知るんですこれね事実関係の2番の最後2行かな 事実関係の2番の最後2行かな じゃあそれぐらいにしましょうか。じゃああと二回ぐらい練習しましょうかね。二百八十六ページでね、えっとね、大規模の下の事実関係。 この一番に18年7月26日、18年7月26日に載っているので、物語は18年7月26が物語だと思ってください。じゃあそれを踏まえて、おつく1番ネテートやっていきましょうか。いくよ。確定期日はありますか。ないですね。じゃあおつく1番ネテートにきはついてますか。 付記が2十六、ねね、ページね286ページねで1個目は「点滴等と書いてあるから何の問題もないでもう1個が「変更登記」だけど相続なんですでしかも債務者の相続だってのは分かりますねとなると次の作業は 相続を原因とする登記があったら6ヶ月経ってるかを見てください。